小エビちゃんと一緒にいると面白いことばっかで飽きないな。これからもいっぱい楽しいことしようね。契約違反したイソギンチャクがなんか言ってる。お前らは文句言える身分じゃねえんだよ。黙ってろ。また締められる。僕が話しかけているのはイソギンチャクたちではなく、あなたですよ、オンボロ寮の監督生さん。僕らのことはよくご存知かもしれませんが、改めましてご挨拶を。僕はジェイド・リーチ、こっちは双子のフロイド。どうもフロイドです。よろしくね小エビちゃん。何こいつツンツンしててウニみたい。な、ウニじゃねえ、狼だ。ほらほら早く逃げなよ。捕まえたら俺の尾びれでギューっとしちゃうよ。どいつから締めてやろうかな。こいつらバカじゃん。なんで結果が分かりきってんのに挑んでくんの。フロイド、そんなに笑ってはかわいそうですよ。順番にゆっくり締めてあげるからね。昨日も言ったじゃん、そんな当たんねえや。バインドザハート。フロイド、どこに向けて魔法を打ってるんだ。金庫に向けてそらすやつがあるか。あ、ごめん。ユニーク魔法を考えなしに使うのはやめろといつも言ってるだろ。何度言えばわかるんだ。ごめんって、実際傷がついたぐらいでそんな怒んなくてもいいじゃん。壊れてからじゃ遅いんだよ。待ちなさい。ジェイド、フロイド、応援。なんか怒られてテンション下がった。そんなことを言ってる場合か。お前はなんでそんなに気分屋なんだ。アズールこそなんでそこまでカリカリできんの。それ取引っていうか脅しじゃない。うるさい小魚だな。秒で片付けてる。もうこいつらうざい。アズール、あなた何をしているんです。うわ、何これ、どうなってんの。だからあなたたちの力も僕にください。ねえ、僕にくださいよ。あのさ、今のアズールって昔のアズールよりずっとダサいんだけど。僕は一体何を。魔法の使いすぎでオーバーブロッドしてしまったんです。覚えていませんか。僕に力をくださいよって泣きながらみんなの魔法吸い上げてさ、超ダサかった。ちょっと幻滅。懐かしい。これ俺たちが遠足の時に撮った写真だよね。ここに俺とジェイドも写ってる。そんで一番隅っこに写ってるのが昔のアズール。ああ、やめろ。見るな、見ないでください。別にいいじゃん、俺この頃のアズール好きだけどな。今より食べ出がありそうです。そういう問題ではないんですよ。小エビちゃん、アザラシちゃん、おはよう。迎えに来たよ。お出かけしよう。